いいガキ様ら、ここでの戦いをせ行くぞ。はい。あと F1 押してて。よし、じゃあ、てかルフがこっち来るんだったら、俺がこっち行かなあかんやろ。第6戦、お江戸ルフが逃亡じゃないわ。逃亡じゃない。殺す側って言ったらあかんな。殺す側ってか鬼。青鬼側です。では私はそして敵全員は暗闇に覆われておりまして、まあつまりは、あ、そうじゃ俺あるごとゴロのパターンを知っとけんさ、あそこ攻めればいいんだ。そうだ。これまでの経験上、葵の銅像があるところに何人かいると考え、刹那圭介は銅像のあるところに行く。俺の経験上一人はここにおるって感覚だよな。ほら見てみえ、お前らのパターンは知っとるぞ。なんでスティーブの顔ここにあるんだよ。びっくりしたじゃないか。1キル2キル2キル。あー、とりあえず赤に潰しとこう。赤にちゃーん。だってゴロが逃げるか、あれを追いかけるかどうかやな。別館ちょっと行って。よし、じゃあフーハヤさんがいいタイミングで出てきた。お？待ってよ、フーハヤくん。やった、4人目。すごい立てつけ。あの青鬼の時、大体に、あー、リュウインさん、閉じられた。閉じられた。あかんな。あれは追いかけれんな。やっちまった。どこ行った？どうしようかな。あれ？私、迷子った。迷子るもんよな、ここ。なんかよくさ。迷子るね。うん。あ、別館来ちゃったのか。まあいいや。じゃあ外には出られないか。とりあえず敵。いないね、みんな。追いかけたらよかったかな、これ。みんな ID 隠してる。リン、どこ行ったの？リンさんは、あの、迷路のところ。迷路か。出口のすぐ近くにおるけんね。あ、やったふわ。小田吹さんって方だったかな。やったぜ。5人目。今ガチャって言わなかった？もう撃墜王エジさんを目指すぞ。発明王ちゃうんぞ、撃墜王ぞ。かっこええ。リンさんは頭回しにしよう。あそこにおられたらもう逃げやすい。え、地下あるのこれって。あーって、あれ、この人見たことがあるんだけど、ブーストさん捕めてないっつうか叩いてない。あ、両方とも歩きやけんね、逃げにくいんだが、相手は暗闇がついてるから、ある程度暗い目に遭うんですよ。どこまで逃げられるかな。はっはっは。あ、やった。3階に誰かいる。問題ないわ。とこれで7人かな。ピアノのとてもいないな。え、なんかいっぱいいる。いっぱいいるよ、エジソンじゃ。え、地下にいっぱいいるよ。地下チカちゃんですか。チカちゃんですね。じゃあもう一回俺、青いところ回ってみようかな。チカってどうやって行くんだろう。あ、行ってらっしゃい。で、私あそこ絶対一人ぐらいまた戻ってきた気がするよな。チカに飲んで。ゴロあたりがさ。あ、これチカじゃないわ。死んだ人だった。いやぁ。つけどこだ。お、あ、ルフじゃ。危ない。切りそうだったわ。危ないなぁ。ん？どこかガチャって行った今。とりあえず入り口戻って、そっからまた青鬼の場所行ったろ。そしたらリンをちょっと、ああ、お前何、お前一緒のところ、あ、待てよ、それいいな、二人で協力しようぜ。うん、あのさ、リンさんが出口のところでまだおると思うんよ。やけお前さ、入り口から入ってさ、リンさん追い詰めて。分かった。そっち、あ、走ったらあかんよ、お前走ったらあかんよ、ルール。あ、そうだ。何お前走っとんだ、どうぞ。どうぞ、走ってた。こっち。どっち？あ、そっち。あ、おるわ。ニコルさんもおる。ルーフ来て。ルーフ来て。レッツゴー。そっちじゃない。反対。あ、ここにおってもいいかもしれん。お前がここにおってもいいかもしれんけど。行く？どっちする？え、どこ？まあ、あれ？どっから行くの？お前、メール。入り口どこだったっけ？ここ待機か、青鬼のところで持っとくか、どっちに行くかにしといて。俺がちょっと頑張って回ってみる。待機してルフに出口を見張ってもらい、刹那圭介が入り口から入っていき、挟み撃ちする作戦。果たして成功するのか。
その辺追ってくれればもう出ていけんと思うけん、出てきたらお前が潰してくれればいいし。分かった。ちょっと適当にうろちょっと、うろちょっとって、うろちょっとって何？うろちょっとって何？青にもさ、ガチャンガチャンやるまでは待っとったもんな、出てくる。どうやったらそっち行けるか全然知らんけどな、どうやったんかな。迷路、どうやったっけな。俺一回あるごとゴロに誘われてついて行ったことあるんやけどな、ルート全然覚えてないね。よし、アルゴくん殺害。あ、倒した。おったんだ。うん、やったじゃん。やったぜ。どうにかしてリンさんとニコルさん潰したいけんな。どうやって行きよったかな。メール頑張って。入り口探さんかったらあの二人倒せんよ。入り口ね。もしかしたらあの二人かもしれん。残っとお前。あ、近いよ結構。しつけ。え？近い近い。そこら辺いる。いやお前 F1 押してないだろ。あれ？あ。おい、お前何ずるしとんだな。お前何ずるしとんの。はいはい、あ、ごめん。で、誰も出てこないな。そりゃ出てこんわ、お前俺にやけ。あ、これ、あ、これ殴れない。あれ殴れ、殴れ、殴れ、あれあれ、殴れ、いや、ニコさん殴っちゃった。殴っていいんちゃう。柵越し殴った。柵越しすごいな、殴れるもんなんだ。おいおい、ニコさん。入り口どこやったっけ、全然わからん。殴れない。どこやったっけな。なんで全然わからんな。どうにかして探さんかった。時間はまだちょっとあるはずなんやけど、まあ、頑張ってんやけど、どうだろう。どこ入り口、どこ迷路の入り口、どこ出口だっけ。見つけて入り口ない迷路とかおかしいやん。どこやったっけ。探せか。迷路探しながらも他の逃亡者がおるかも探しとかなあかんのじゃ。そうだね。どうしようかな。ちょっとニコさんね。どこや。どこや。あれ入り口ほんとどこやったっけ。ちゃんと場所覚えとくんだったな。中の下にしとくんだった。入り口全然わからん。待てよ、出口があそこにあるってことは入り口も近くにあるって考えて、そういう考えで探したらいけるのかな。そうだね。とりあえずリスポーンに最初の地点戻りたいな。戻れるかな。これマメさんの時も一緒にここでぐるぐるしよったな。大丈夫かな俺。ニコさんが煽ってる。私のこと無理。入り口探さんかったらマジやばいよ。やばいね。入り口どこだっけ。スイッチ、このスイッチ何の意味もないの。頑張るしかねえぞ。入り口どこ。まだ粘る。だって多分残り2人しかおらんもん。知らんけど、そんな気がするけん。入り口あった。ないな、ないなっていうか全然違うところ探してる気がするもん。あー、じゃあ私ここで柵越しにニコさん倒せるかもしれない。まあ倒せたら倒してくれたらいいけど。無理だと思うよ。結構殴ってるよ。当たらんのちゃうかな。あー、そうか。いや、当たってたよ。3回くらいバシーンと落としたもん。そう。ただ、遠いから、あんまりダメージ入んないんだと。ようやくここ戻ってこれた。終了生存だって。いやー、ダメだった。仲間もおったんじゃ。あー。うわぁ。入り口見つからんかったな。入り口見つけとったら。もう制作の時にちゃんと中尾の内部のところを見とくべきだった。やっちまったぜ。
やっとが変わった。